願いがありますので、はい、初めての方に、はい、はい、お願いがあります。あのちっちゃいお子さんじゃないので大丈夫と思いますが、猫を追っかけないでください。大声を出したり走らないでください。抱っこはダメって書いてあるんですが、自分から来る子は大丈夫です。でおやつをあげないでください。で猫のおもちゃはここにあるのを使ってください。で里親になりたいときはスタッフに声をかけてください。何したい？あの猫をもらいたいなと思ったら、はい、声かけてください。はい、ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は猫カフェに来る人どんな人？と題して愛媛犬猫の会の保護猫カフェ姫猫を取材。新しい飼い主さんとの出会いを待つ猫たちに会いに来る人に会いに行きます。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。そろそろオープンですか？はい。やっぱりオープンの前にはね、きれいにしとかないとね。心がけで、今日もいいご縁がありますように。いつも何頭ぐらいは決まるんですか？もうほとんどゼロなんですけど、はい、ここのとこ立て続けにちょっと2匹3匹と決まりそうなんですよ。今もちょっとあのトライアルの予約が入ってます。行き場がなくなり保護された猫たちが暮らしています。はい、お待たせしました。はい、お待ちなさま。はい、どうぞ。パックン、一応、はい、パックン、この猫はのんのんちゃん。新しい飼い主さんとの出会いを待っています。のんのんちゃん逃げないね。のんのんちゃんお子さんとかペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。
年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。キクノスケくん、キクノスケくん、その黒いんです。男の子ね、しゅうね。キクノスケくんは撫でてもらうのが大好きな4歳の男の子。準備を済ませて午後1時オープン。なぜか全然お客さんが来ません。代表の高岸さん、お客さん来ないですね。来ないですね。こんなに1時間も経つのに来ないのって初めてです。初めてですか。はい、表も掃除したのに。お天気がいいからね、皆さんね、何してるんでしょうね。洗濯してお買い物に行って、ご家族でどっか行かれたんですかね。それだけ、ね、でもいい料理。あれよ、煮るときに、ね、このグレーちゃん、玉の城です。玉の城、はいね、玉の城が結構お年寄りです。玉の重くん、綺麗だね。喧嘩しないか。玉の重くん、玉ちゃん、あ、ミキちゃん、ミキちゃん人懐っこい。あ、やっと最初のお客さんが。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、お願いがありますので、初めての方に、はい、ちっちゃいお子さんじゃないので大丈夫と思いますが、猫を追っかけないでください。大声を出したり走らないでください。抱っこはダメって書いてあるんですが、自分からここは大丈夫です。で、おやつをあげないでください。で、猫のおもちゃはここにあるのを使ってください。で、里親になりたいときはスタッフに声をかけてください。何したい、猫をもらいたいなと思ったら、はい、声かけてください。はい、じゃあごゆっくりどうぞ。猫カフェに来る人、どんな人？姉さん、今日はどうして猫カフェに来られたんですか？はい、
猫をずっと長い間こう取ったんですけどね、最近2匹取ったんですが、2匹ともちょっと死んでしもうって、それでかみさんがもう猫がおらんともう子供おらんのみたいで寂しいんでね、で友達に連れてきてもらってこういうところがあるんで、それでちょっととにもかくにも行ってみ見せてもらおういうことできたんです。はい、こんなとこあるの知ってましたか？いえ、これ私はもう全然知らんかったです。はい、亡くなった猫ちゃんって何歳だったんですか？一匹がね、ばあちゃんの方が18歳で、でもう一匹のスコティッシュホールドの方がちょうど10歳だったんですけどね。長生きしましたね。うちで今まで今度のあれで7匹ぐらい買うたんかな、次々まあ順番に買うてきたんですけどね、今頃は猫は昔寿命が6年とか7年とか言って言おった時期があるですけどね、今はもう予防注射とかなんとか獣医さんとかいろいろあるでしょう。だからみんなうちに来たのもだいたい15、6年以上は生きおるですね。だから猫の寿命いうのは昔に比べたらうんと長くなったような気がしますね。はい、もう猫は飼わないんですか？いや、もうただね、神さんともいいんだけど、こちらの年も年だからね、で猫がやっぱり子猫連れて帰って20年ぐらい生きられたら どちらが長生きするかちょっとあれなんでね、でやっぱり飼う以上は最後までこちらからが見取ってやりたいのがあるんでね、だから途中でこちらの方が先くたばったんじゃちょっとかわいそうないう気があるんで、まあそこいらの兼ね合いがあってね、だからもし飼うにしても子猫じゃなしにある程度年のいったね大人猫だったらまあ後の都合がいいかないうようなことは考えるんですけどもね。はい、なんか猫ちゃん亡くなられたんですって？はい、もうね、まあ一匹はね年齢が18もだから仕方ないとしてもね、もう2匹目が10歳で亡くなったから。突然やったんですか？なんかね、気管支が悪い言って病院連れて行ったら言われてたんですよ。スコティッシュ言ったら割合らしいですね。いろいろと不都合はあるみたいですよね。で悪いのは知ってたんだけども、まあ病院行きよったんだけども、病院行ってもう 2、3 週間で亡くなったからね。じゃ最近ですか？10月の26日。で18歳の子が8月の7日かな。で結構立て続けですね。そうだから一匹目は亡くなってももう一匹いるからなんとなく気が紛れるんだけど、二匹ともいなくなったらやっぱり家に何もいないっていうね、もう寂しいけど飼うわけにいかんじゃないですか。やっぱり自分らも年やからね。だからまあそれでも実際ぐらいな子なら帰るかなと思ったりしてまあ来てみたんですけどね、まあね、どの子も本当飼いたくなりますよね。この前もどこ愛護センターも行ったんですけどね、やっぱりちっちゃな3ヶ月ぐらいな子4匹兄弟でいましたけどね、あんな子を4匹とも引き取ってあげたいけどそうはいかんし。そんなことある？いい出会いがありますよ。ありがとうございます。菊ちゃんはその
もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター、すべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると、1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと、首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。愛おしそうに猫を撫でているのはこの子の保護をした田中さん。もうまだ目が開いて間もない状態で捨てられてたの で、まだ授乳期でもあったので慌てて哺乳瓶を買ってきて猫用ミルクで育てました。じゃあ随分大きくなって元気になったっていう感じなんですか今。はい、そうですって言いますか、もうそういういきさつがあったので、ジョーも移って、うん、我が家でしばらくもう我が家の猫のような状態でお世話してたんですけれども、やっぱりこのまま飼おうかなと思ってたんですけど、うちは私が保護猫活動をして新しい猫が入れ替わり立ち替わりする家なので、ものすごくストレスはそれがかかってるようだったので、この子も一匹だけで大切に飼ってくださる方のところに譲渡しようと思って猫カフェに入居させてご縁をつなげたらなと思っています。どんな性格ですか？タラちゃんは人間大好きの猫大嫌いです甘えたい時に甘えてきて、甘えたくなかった時はツンツンしてるみたいな、典型的なもうこれぞ猫っていう性格の子です。一緒のお布団の中に入ってきて寝るのが好きな子なので、なんていうと猫と一緒にベッドで眠りたい方にはおすすめの猫ちゃんです。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫カフェに来る人どんな人？この親子はタラちゃんが気になるみたい。触れますので、すごい撫でるの大好きです。よかったね。猫カフェに行こうと思ったんです、はい、2週間前に猫ちゃんが死んでしまってそれでちょっと猫ちゃん触りたくなって隣の里親募集に来たんですよ。はい、興味ない。前飼ってた猫ちゃんはどんな猫ちゃんなんですか？2匹いたんですけど、1
匹は白黒のメスで、もう一匹はあのアメリカンショートヘアだったので、はい、一匹がもう8月にいなくなっちゃって、2匹目がもう先日、もうほんと2週間前に、はい、いなくなった、いなくなって、ココちゃん上手だね、上手だね、触ってみてどう？ふわふわしてる、ふわふわしてる、菊之助くんマイペース、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫カフェに来る人、どんな人？猫たちを遊びモードに仕掛ける高岸さん。遊びモードになったらどうぞ。
すいません、愛媛 CATV の猫ワンという番組なんですけど、そうなんですね、はい、あの今日猫カフェに来る人はどんな人だろうということで撮影させてもらってるんですけど、子供さんですか？はい、兄弟そうです。じゃあ兄弟さんかと思ってて、そんな若いもちょっと親です どうして来たのか話聞いてもいいですか？何か理由とかあるんですか？それはなんかこの子が相当動物が好きで、ずっと好きで、なんか将来の夢はなんか猫科の絶滅危惧種を救いたいみたいなことを以前言ってて、でなんかテレビとかでもこうなんか譲渡会のねなんか番組とかしてたりとかしてて、じゃあ愛媛にもあるから行ってみようかみたいな感じで来てました。子供さんにもお話聞いていいですか？はい、いいです。はい、こんにちは。何年生ですか？2年生です。2年生。なんかお母さんに聞いたけど将来の夢を教えてください。絶滅危惧種救うことです。絶滅危惧種、どんな猫ですか？うん、スペインオオヤマネコ。スペインオオヤマネコ、そういうのがいるんですか？はい。もうじゃあ絶滅しそうなんですか？それはどこにいるの？どこでしょうね。スペインかな。スペインにおるんかね。やっぱり図鑑とかでとかなんかテレビ番組ですごい見たり読んだりした話がもうすごい彼の頭にインプットされててなんかその動物の特徴とか大きさとかなんかどれぐらいジャンプするかとかなんかそんな話をいっぱい語ってくれます。お母さん、子供さんの様子どうですか？もう初めてだからなんかね、この猫カフェが緊張しつつもまあなんかすごい動物が好きなのに、動物と接したことがないってなんかもし将来そういう道で本当に行った時になんか触ったことありませんじゃん、なんかねどうなのかなとか思ったりもするけど、そうなんですよね。カブトムシ、クワガタ、メダカ、そういち系は、ね、すぐカエル系は結構去年とか今とか飼ってるんですけどね、やっぱりね犬猫になるとちょっと責任がねありますからね。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。猫ワンを応援しています。猫ワン、猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。